ファイトナイト。どうも皆さん、おはこんばんにちは、オットジャです。今回プレイするゲームはファイトナイトデモ版ですね。前から気になっていたゲームなんですけど、なんと日本語版デモが出ているので、やりたかったのでやっていきたいと思います。初めから、で、まあもちろん開発中なのでね、バグが予期せぬ動作ということです。よろしくお願いします。初めから。寝てるな、リク。いつまで寝てるつもりだ。ファイトナイト、いい加減起きろということなので、主人公の名前がもうタイトルになってるわけですね。ファイトナイト。はい、方向キーか左スティックで移動。よし、 A でドアを開ける。ああ、そうやって開けていくスタイルね。はい、 A で話す。へへ起きたようだな。見ろ、ようやく到着だ。しかしお前さんはまあぐっすりと眠っていたな。殴ってるけど大丈夫なの？まあ聞こえていただろうが、塔に着いたぞ。お前さんがずっと願っていた場所だ。はいはいはい、お前さんのこと待ってるやつ。うん、思い出すね、俺の若い頃。あなたも昔ファイトナイトか何かだったろ。肩慣らし。まあそうだね。ファイトナイトバイサスキャプテン、おう。はい、イロハ。2本のライン上で行う。ついていけばいい。オッケー。だが連中も左右に動くだけじゃない。 A でパンチをくれてやれ。おう、おら、いい動きだ。パンチを連続して出し続ければ速いパンチが繰り出せる。オッケー、確かに速くなってる。ほっ、いって、B ボタンでガードできる。はい、次に移るぞ。俺の攻撃はタイミングでパリング、弾くことができる。ほんとだ。ほい、左や右でダッキング、タイミングを測る必要がある。カウンター、ほっ、後ろに下がってカウンターだね。はいはいはい、オッケー。Y ボタンを失敗で必殺技メニュー、スターアイスペシャルと100インチパンチ。ほわ、吹っ飛んでった。タイミングよく押す必要があったんだね、今のは。コツってやつをつかんだよな。久しぶりだぜ、こんなに派手に殴り合うなよ。へへって言ってるな。それとだ、俺の方でちょっとしたこともやってる。お前をここに連れてきてやったんだ。お前は奴らが持ってる必殺技のレシピを持ってこい。必殺技のレシピ、うんうん、セーブ、体力回復、ここに来ればいい。わかった。はぁ、主人公は一体何なんでしょうね。船に乗ってやってきたのは、お、はい、ファイトナイト、この船を近くに止めてくるわ。塔の噂でも集めといてくれや。町の人に話を聞くのか。誰もいなそうだけど、なんか古き良きゲームを思い出すような移動方法だけど。 B でマップを表示。 BGM もまあなかなかいいですね。タウンハブ、ここは。B ボタンでマップが出るとね。で、しかも埋めていくスタイルだ、自分で。ほっ、誰もいないね。ほっ、ここにもいない。おっ、これはなんだ。一番上まで登ったぞ。この高さから降りたら、あ、ダメージない。誰かいるね、あそこに。なんだ、敵か。おっ、おお、お前も悪事もここまでだ、この獣め。違った、君敵じゃない。ここで何やってんの。あの塔が僕らの前に現れたんだ。で、君の剣は。違う、拳じゃなくて剣だって。剣はどこへやったんだよ。ああ、もう分かったよ、もういいって。今にも怪物どもがあの門から現れそうなんだ。どの門だ。身を隠す、守らないとあいつらに捕まってしまう。君は海からやってきたのか。ならもうこっから逃げよう。街を見てきたけど、
こっからできるだけ遠くへ逃げるよう町の人に呼びかけなきゃ。うわ、化け物め、また現れたな、向こうへ。おお。ふん、僕にかなうはずだ。おい、一撃でやられてるぞ。いや、やられた。早くこの剣を使うんだ。あ、手に入れた。おお、剣が壊れたけど。僕の剣が嘘だ、どうなってるんだ。ああ、なんてことを。君は塔のように呪われし者だったのか。塔のように呪われし者。そこをどけ。あ、ぶれ。なんだか知らねえが、俺に勝てると思ってんのか、おら。よっしゃ、倒してやったぜ。縮こまってる。大丈夫か。信じられない。僕の剣が、君は本当に呪われたものなのだろうか。僕は大丈夫だ。君は剣も使わずにあの怪物を渡り合えるなんて。けどまさか武器も持たずに塔を登ろうなんて思ってないよね。思ってるわ。すまんな、君の剣を壊してしまった。とりあえずセーブできるらしいからセーブしとくか。ちょっと体力減ってるしね。で、下の心臓のところが、一番下がね、体力ゲージで、その上が多分必殺技ゲージかな。はい、これが塔か。すーげえぶっ壊れてるもんな、あそこが。誰かいるか。誰もいないな。こっちは？あー、いないね。じゃあ早速塔を目指すとするか。私は何かの目的があってここに来たみたいだからな。早速入った。1階水道。おっ、ボーンディフェンダー。ハッハッハッ。トゥー、おら、弱すぎる。私の拳に勝てると思ってるのか。いろいろと進める場所があるね。こっち行ってみる。マップ開きながら行った方がいいかな。なんか早速強そうな何かいるぞ。大丈夫か。と、へえ、ミノタウロス。違う、あの牛じゃない。いえ、気になさらないでください。私は牛の仲間じゃないですけど、ここで私何を、私何を。いや、知らないし、すげえ、この人はカマキリかな。はい、あ、記録してる。で、怪物の群れが逃げたら道を見失ってしまった。もうすぐ出口そこにありますけど、その逃げてる間にメモを落としてしまった。しかしまあ、あれだね、基本的にパンチして会話が進んでいく。俺はファイトナイトは話すことができないのか。拳でしか語れない。メモ書きを探してるみたいだね。見つけたらじゃあ渡してあげよう。おっ、おお、マップを表示させて埋めていこう。敵はどうやら立ってるとかじゃなくて、こんな感じで現れるんだね。ほっ、カウンター、もう一丁。ああ、どうした、どんどん俺のパンチが速くなるぜ。トウ、殴り続けていればどうやらこの敵は何もできないみたいだね。このパンチマークが怪しいな。ほっ、あーで進めるようになると。オッケー、私のマッピング能力がって言いながら、まあマップがあるから大丈夫なんだけどね。いろんなとこに行けるな。行き止まりか。なんか落ちてる、これか。これがメモ書きなのかな。取った。あ、ブロボの、あ、じゃあプロボの敵が出てきた。ほっ、おっと、危ねえ。と、ちょっと今までとは違う、結構攻撃してくる。ほっ、よし、危ねえ、おら、へっ、パリとってこともねえな。え、何のモンスターだか知らねえが、俺がこの拳で全部砕いてやる。こっち進める。あ、なんかまたいる。敵じゃないか。うーん、お前はさまざまな何になってるって書いてある。ファイトナイト。あ、まあでもこの人も知ってるね。暗い塔の中ではお前の顔が一番安心できる。
それに他と比べればまだわきまえているからな。あ、なんかちょっと偉そうですね。何日間もここをさまよっているが、成果らしい成果はない。ウルスも何か調べてる。薬屋を畳まねばならない。ああ、頼まれてくれるか。私の薬を見つけたら町に帰ってきた時に私の店に来てくれ。これをやるからな、頼むぞ。お、栄養の薬。体力回復ですね。一時停止画面でいつでもアイテムを使える。わかった、いざとなったら使おう。ただまだ一味でもダメージ受けてないからね。体力がマックスだよ。出てきた、アイボリー、アイボリー、2体か。はい、よいしょ。オッケー、邪魔をするな。はい、パリーが成功すればダメージ食らわないね。普通のガードだとどうやらダメージ少ないけど食らっちゃう。右側、何かここにハテナマークがついてる。またパンチのマークがあったね。あ、一個消えたな。あっちにも道があるね。こっちはまた道がある。お、ロンリーリザード、魔法使いか。ほっ、オッケー、特に何もさせずに倒す。よし、0階下に降りたのか。何かあるかな。あ、敵がいた。ショートンスリム、まずはこっちを倒して、はい、パリ、オッケー。でこのままスケリーも倒しちゃう。はい、ごめんね。だいぶ必殺技もゲージ残ってるから使っていこうかな、練習があったら。パンチ、よし、新たな道が進めるようになった。いや、ここが通れるようになったんだね。おう、さあ、ザイロボーントリオ使ってみるか。必殺技、オッケー、パンチ、ほっ、はいはいはい、オッケー、全部倒した。すぐゲージ溜まったね。またこっち下降りられる。あとこっちの奥も行ける。あ、道が増えたんだね。パンチのがあるな。おっ、で通れるようになった。あ、ぐるっと回って通れるようになったんだね。メモ書きありました。全部で3枚。戻ってきた。あ、ここにもあった。あと1、あー、リゾス。さあ使うぜ、100インチパンチ。あ、早速使っちゃった。おっ、オッケー、なんか飛ばしてきてんだね、魔法。オッケー、このままリザードウィザードを倒す。奴らの尻尾が手に入ってんだな。何に使えるんだろう。ここ上上がれる。で、こっちはぐるっと回ってきてるだけか。上に上がろう。リゾスたちがまた、ほっ、100インチパンチを、あ、普通に使っちゃうな。あぶれ、オッケー、このまま。敵ではないな、こっち。どこに出てきた。また違う場所に通れるようになって、こっちは何もなさそうだね。ここ正面行くためには向こう側も通れるようにしなきゃいけない。ボーンディフェンダー、さあお前にスターアイを食らわせてやろう。あ、砕けるの早かったな。こっちまた来てないね。全然来たことない道だ。ウォーターホール4、めっちゃいる。早速スターアイを使う。オッケー、ほっほっ、パリ、後ろで魔法を打ってくるのが厄介だね。そうはさせるか。よし、このリザードウィザードを倒す。
すごいね、まあコントローラーでやってるんですけど、カチカチ音が乗ってるかもしれない。めっちゃ連打してる時あるから、そこに道が一個あるな。後ろかな。また地下に降りた。しかも随分と遠くの。お、ギフトバスケットケース。ほっ、これじゃ何なんだ。ほっ、特になんかすごい攻撃してくる感じじゃないね。あ、普通に倒した。バスケットケースじゃなくて普通にビスケットもらったのかな。こっちが、あー、いっぱい出てきたね。あぶれあぶれ、必殺100インチパンチ。追い詰められる。まずは盾を倒して、ほっ、はい、スタイ、はい、さあこっちも倒して、さあウィザードさんごめんね。パンチを連打できるのは爽快だね。あ、これで目も全部集まったな。渡しに行かなきゃ。そろそろ一回セーブしときたいよね。ノーボーンアバウトイット。オッケー、一回倒しといて、もう一体も倒す。耳が手に入ってんのか。こっから上に上がると、こっち側が通れる。誰かいる。おお、めっちゃ出てきた。さあ使うぜ、スタイ。ほっ、全員後ろに下がった。逃げるんだね。ちゃんと必殺技が来たら避けるというか、ま、意味ないけどな。我が拳の前に敵はいない。あ、壊れた。関係ないのかな。で、あー、そこパンチで進めるようになったね。おー、バレーボールチャンプ。やめろ。爆弾、何それ。あ、周りにもダメージ与えちゃってるんだ。爆弾持ってんのが気をつけねえとな。殴れば吹っ飛ばせるのか。で、確かこっちのこう行けば会える。よし、持ってきたよ。全部見つけてくれたんですね。よし、実は姉さんの身に何かがあってはいけないと思って確かめに来た。優しいな。図書館まで絶対戻ってくるように伝えてくれませんか。わかった。では一度戻って、戻させないか。さあ必殺技スタイ。おらーおら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 、よいしょ。2体目もこのまま殴り込む。よし、倒した。一度セーブをしよう。ほっ、休むセーブ。はあ、セーブ完了。よーし、アイテムを渡す。レシピを確認してもできない。レシピがないか。必殺技は100インチパンチ、スターアイスペシャル、クロックノッカー。何かこう必要な皿。あ、これで外してるのか。クロックノッカーにしようかな。トースターアイかね。
よし、これで違う必殺技を装備したってことね。行ってみよう。で、必殺技ゲージ、寝ても回復してないね。ほっ、君でちょっとゲージを貯めさせてもらって、まっすぐ行けるようになったな。次のエリア、おっ、なんだお前、スカルタウロスボスかな。来た、おい、突っ込んできてる。タウロスは突っ込んでくるのか。よし、いて、後ろか。おっ、まず周りのザコを倒しておきたいな。オッケー、パリ、ほっ、あっ、いて、クロックノッカー、あれ、いまいち使えてない。後ろに下がってた。ほっ、ガードしたけど痛い。パリ、疲れてる。よし、次来たらと行くぞ。スタイスペシャル、おらー、よいしょ、結構ダメージ入ったぞ。疲れてるうちに、さあ次来いや。避ける、ふっ、パリ、ふっ、パリ、カウンター。私の敵ではなかったようだな。相当ダメージ食らったけど。お、2階、荒廃した砂漠の墓。うわ、なんか一気に全然違うステージに来たのか。ピラミッドの中かなこれ。うわ、俺の予想だと、だいたいここら辺から、第2ステージあたりから、超絶強い敵ー。何それ、やめてよ、セーブしてないのに。何かに引き寄せられて全然違うステージに。ふへへへへ、なんだそれ、ふふへへへ。ほっ、よいしょ、カウンター。おい、ミミーか、マミーならずミミーですか。おら、どこ行くんだウィザード。待ちたまえ、私の拳を味わっていけ、愛のパンチ。上に上がれるな。一気に吹き飛ばされたんだね、あれで。はっ、あー、こいつのせいか。これで大丈夫？なんかバッテンついてんだよな。やばい、あー、沈んでいく。そういうことか。あの場所は踏み込むと下に降りてしまうんだね。下は何かあるのかな。グレイトフルアンデッド、なんだか知らねえが、私の邪魔。いた！ 2 回攻撃してくる。はい、まずミミー倒そう。ミミーだけ倒しちゃって、今度はお前の番だ。よし、なかなかお強いじゃないか。ここが落ちる場所だね。何かアイテムがあればいいと思ったんだが、まあ、完全に落下する場所。そして敵が出てくる。ほっ、はい、はい、あとお前。そして特別にカウンターで終わらせてやるぜ。素材っぽいのが手に入ってんだよな。もう一回上に上がって、ここはこのままじゃ、ああ、これでこっち側の戻されるやつはへこんだんだね。まっすぐでいいのかな。だいぶ体力減ってるから一回セーブした方がいいかもしれないな。ほっ、いった、ほっ、ほっ、こっち倒して、さあ必殺技クロックノッカー。ほっ、おらおらおら、あー、もうこれ体力が少ないって感じか。クロックノッカー使ったから手赤いのかなと思ってたけど、そういうわけじゃなさそうだ。引き戻されるやつが何体もある。あー、地下へ案内されてしまったな。こっから上に戻るでいいのかな。
やつに下に下ろされないように目の前に行かなければダメでした。2個前でもアウトかな。やめてー、そこで倒させてもらうぜ。とよし、この2体倒せれば、ほっ、スケリ倒して、オッケー、このままカウンター。上戻ってきました。どこかで仕掛けを解く必要があるのか。このままだとダメだね。あ、ここから行くってことか。で、こう行って、え、あー、最後の一歩間違えたね。回復使っとく？こう行って、グッドラッカー。なんだあれ？あいつはなんだ？カウンターを、よし、ミミーマンサーボコボコになったけど、こう言ってここで、はい、先にこっち言っとこう。これは何？防具、サイズが小さい。なんだろうね。戻れるよ、はい。何かのアイテムだと思うけど、こっち側行ってないな。あ、いるな。ちょっとやめてくれる？向こう行ったよね。この場所がどういう場所なのか突き止めない限りはここを譲る気はないの。同じタイルの上には一人しか立てないの。ごめんね、沈んでった。あー、譲るんじゃなかったわ。あー、ここも来たか。よし、ミミカウンターを当てつつ、さあ必殺技行くぜ。オッケー、さあこのミミも倒しちゃって、マンサーはすぐ、多分あのまま何ターンかすると何かしてくる可能性があるんで、オッケー。ここはまっすぐ行っていいか。ここまでは、で、まっすぐは行けない。こっち来てないね。ミスった。一回戻ってセーブしたいな。戻れるね、こっち側から。え、でもこれ戻るためには来た道戻らないといけないかな。一回セーブしよう。レシピ取れたのかな。スカルタウロス倒したもんね。一回聞いてみよう。アイテムを渡す。あ、レシピ持ってないね。クロックのがタイミングよく押す必殺技。この技を食らうやつの隣には立ちたくないな。横にいるやつも食らうのか、まとめて。よーし、あ、間違えた。練習、あ、でも練習できる必殺技クロックのか。もう一回使うか。これで横に立ってるドカーンってなってるけど、待って、このままやられるとどうなるのかな。普通に倒しちゃおう。よし、セーブして、練習で一度必殺技がどんな感じなのか確認した方がいいね。
で、確認したいのが、いや、スターアイスペシャルは普通に連打すればいいんだけど、この2つはね、離れていてから出すとかいろいろ条件がありそうだ。この状態だったら、ひざざざ、100インチパンチ。あれ？はい。効果、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 ドーンって感じか。OK。タイミングよく選択した後、100インチパンチは押さなきゃいけないと。もう一回練習だ。選択した、はい、こう、あー今のミスっちゃったね。右のゲージ内で発動させなきゃいけない。ほっほいほい、カウンター、ブロックノッカー。タイミングよく、なんて書いてあったかな。必殺技、タイミングよく押す必殺技だ。相手が横一列に並んでいるところに、はい、はい、で、クロックノッカー。あ、こういう感じか、わかった。よし、全部わかったぞ、今持ってる必殺技の使い方はね。はい、これでおしまい。あ、外した。オッケー、ということで、今回はここまで。次回またこの続きからプレイしていきたいと思うので、お楽しみに。ほんじゃ、またな。やめ